菊池文彦は、日本のコンサルタント、文筆家。株式会社ケイズワーク代表取締役。東京経済大学コミュニケーション研究家、非常勤講師。1952年、東京都に生まれる。1976年、慶応義塾、大学文学部哲学科卒業。同年、畜馬書房に入社。営業部販売家キングの後、編集部へ、移動。 90年の大社まで約60冊を担当。代表的な作品に、田中優子、江戸の創造力、入江陽子、我が名は、エリザベス、鶴岡真由美、ケルト、装飾的思考などがある。1990年、筑麻書房大社。翌年、編集工学研究所に参加。企業の次世代メディア、コミュニケーション技術の受託研究、人材開発、 研修の企画、運営、地方自治体の産業、文化振興策の企画、優勢、通産省の情報通信、コンテンツに関する受託研究、大学のアーカイブ設計などを担当し、1998年に退社、独立する。1999年、ケーズワーク設立、代表取締役に就任、企業のコミュニケーション、ブランディング、 ナレッジマネジメントを主要分野とするプロフェッショナルサービスファームとしてコンサルティングやメディア制作業務などを行う2003年企業変革を支援するインナーコミュニケーションのコンセプトとしてチェンジコミュニケーションを提唱し論考企業変革のためのコミュニケーションを発表2004年には成長戦略としての CSR をテーマにセミナーなどを開催同年から メールマガジン系 S レターにコーポレートビジョンを尋ね歩いてやコミュニケーション思想の先駆者たちを連載。2011年にはビジネスドキュメントの発想と作成のためのビジネスライティングワークショップをスタート。2000年株式会社ビジネスカフェジャパン設立に参加。執行役員会員シエスプレッソ編集長を務めた。2006年株式会社ラジオカフェ設立に参加。 取締役を務める。2007年より、インター FM、ラジオの街で会いましょうのパーソナリティを務めた。また、同年より、国際大学グローバル、コミュニケーションセンター客員研究員を務め、イノベーション行動科学プロジェクトに参加。2014年1月から2015年2月まで、朝日新聞ウェブ論座に、連載、若者たちの時代を連載。同連載は、 2015年3月に書籍化。また、2015年3月から、ウェブロンザの文化、エンタメ欄で、辞表的エッセイを執筆。ありがとうございます。